あの場面では何やってんだ岡本、お前バットで取り返せみたいな。ところがですね、嘘だろと思いました。そんなことあると。一野球ファンとしてはですね、僕ジャイアンツファンなんですけど、岡本には将来三冠を取ってほしいと本気で思ってるんですが、私は岡本選手に謝らなきゃいけないことが一個だけありますと。というのはですね、岡本選手大活躍したんですけど、ただ準々決勝、まだ準決勝に行くためには何としてもイタリアに勝たなきゃいけないっていう段階、回は2回ですね、0-0、フォアボールで岡本が出て、さてここからチャンスを広げてまずは先取点取りたいという場面だったんですよね。その後のバッター牧が三振してワンアウト一塁になりました。で次のバッター源田で、源田は何でもできるバッターと、さてどうするのかな、まさかバントで送ることはないよねと、じゃあ何だろうって見てたらですね、岡本がスタート切って源田見逃すで、キャッチャーの送球でセカンド送球で悠々岡本がアウトになったんですよね。この時にえっ、ー、ってなりまして、で考えられるのは当然サインミスですよね。はい、可能性は2つに1つだと思いますね。当然バッターがエンドランのサイン見逃したか、あるいは岡本がエンドランが出てないのにエンドランだと思って走ったか。もちろん岡本に単独スチールのサインは絶対 出ませんから、この2つに1つしかないなとって思うとですね、あれだけセンスのいい源田がサインを見落とすってことはイメージとしてちょっと考えられないですよね。ってなると岡本のイメージからして、岡本には大変申し訳ないけどサインミスしたのは岡本だなと、何やってんだ岡本と、お前バットで取り返せみたいな、あの場面では何やってんだ岡本と思ったんですよ。ところがですね、WBC 日本が優勝して、成田空港に帰ってきて、そして監督コーチ選手全員日本に帰ってきた人たちのインタビューをやってまして、そしたらあるコーチがですね、その時のファーストベースコーチだと思うんですけど、すみませんと、あの時、岡本にヒットエンドランだぞっていうふうに嘘を教えちゃいましたと。嘘だろうと思いました。そんなことあると、コーチャーがファースト、一塁コーチャーがサイン間違えて選手に伝達するなんてことはあると思ってびっくりしたんですけど、これはもう決してコーチャーを責めてるんじゃなくて、岡本がサインミスをしたというふうに思い込んだ私が間違いでした。岡本選手申し訳ございません。特に盗塁でアウトになって日本のチャンスの目を潰したその次の回に、ツーアウト一塁二塁でこうスライダーかカーブにちょっと泳がされたんですけど、それをガーッとこう見事にレフトスタンドにスリーランホームラン打ちましたね。これでもう日本が勢いづいて、そのままそうですね、9対3で勝った。あれはもうあの準決勝進出を決めたのは岡本のおかげというふうに思ってます。本当に決勝でも素晴らしいホームラン打ちましたしね、本当岡本選手ごめんなさいというふうに思ってます。チャンネル登録高評価していただけると励みになります。